はい、皆さんこんにちは、サニーです。今日は、ビューティージョイントで購入したものを紹介していきたいと思います。では始めましょう。はい、ってことで、ビューティージョイントで、お買い物を、今回したんですけども、まあ、インスタグラムの方ではもうこちらの Wet n Wild のファンデーション買ったよっていう話を、ちょろっとしたんですけども、まあ、これもきっかけで、まあ、いろいろアメリカの方のプチプラのコスメたちを買おうかなと思って、ただですね、この今回の買い物に関してはちょっといろいろトラブルがあって、ちょっといろいろとね、みんなにこの情報をシェアしたいなと思ってこのビデオを作っています。まあまあ、どういうものが買えるかっていうのもそうだし、まあ、買い物をビューティージョイントでする際に注意点を教えていきたいと思います。で、まずそっちの情報をね、早速お話ししたいんですけども、ビューティージョイントではですね、日本に関しては1万円以上を買うと送料無料になります。ただその送料無料に関してなんですけども、まあ、いろいろ選べるんですよ、その送ってもらう方法で。まあ、その方法によっては何だろう、いくらいくらっていうのをあっての、まあ、1万円以上だとフリーっていうのがあるんです。私はそれを知らずに1万円いかずに9000円ちょっと、90ドルちょっとで納めてしまったんですね。なので後々気づいた時に、見たら1万円以上フリーってっていうことが書いてあったので、ちょっとショック受けました。で、すぐにキャンセルしようと思ってキャンセルを、求めたんですね。だけど返事はすぐやっぱり返っては来ないんですよ。で、そのキャンセルっていうのもお金かかるっていうのも私知らなくて、よくよく見たら、キャンセルってをすると、買ったものの総合の 10% か、10ドルかだったような気がします。一番高いものの 10% だったからどうだったかな、まあ、そんな感じで、キャンセル料がかかってくるので注意です。なので注文するときは本当に慎重に注文をしてください。多分他のサイトでもそうかかってくるかもしれないので、一応その、まあ、英語だけどね、Google の、訳してくれる機能とか使えば、なんとなくの意味は通じてくるので、そこは本当に注意です。私も危なくキャンセルしてその後にすぐ気づいたので、また連絡を取って、あ、すいませんと言って、やっぱりキャンセルをキャンセルしてくださいっていうことで。でも多分2、3日過ぎて土日挟んでたので、月曜日火曜日にはもう火曜日だったかなに返事が来て、まあ、ビューティージョイントに関してはすぐの発送をしたいので、キャンセルがちょっともう難しいっていう話で、まあ、すいませんみたいな、向こうからむしろ謝ってきて、もう本当に対応はすごく良かったので、いやもう全然大丈夫ですみたいな感じでした。なので、もしビューティージョイントでお買い物する際には、そうですね、まあ、私がね、そのフリーを使っていないのでわからないんですけど、私はやっぱり追跡番号つけられるものはつけたいと思っているので、いつも追跡番号をつくようには買い物しています。やっぱりちょっとお金かかるっていうのもあるけど、まあ、サイトによってはフリーでも追跡番号くれるところもあるんですけども、ビューティージョイントに関してのそのフリーの時に追跡番号をくれるかどうかはちょっと私はわからないので、そこはちょっと微妙なとこなんですけども、もしフリーで、まあ、その追跡番号あんま気にしないっていう人だったら、そういう買い物の仕方もあると思います。で、別にまあ1万円以上買うけど追跡番号欲しいよっていう、選択もあるので、まあ、それを選択していただければなと思います。で、届いたのが、1週間ちょっとなので、多分10日ぐらいかな、そう10日ぐらいで届きました。で、私箱で来るかなと思ったんですけど、箱ではなくてこういった袋で来ました。でもちゃんと中はプチプチですごい巻かれていたので、割れるっていうことはなかったです。なので、一応ね、ファンデーションもこういう
瓶のものを頼んでいるんですけども、全然傷もなく無事に着きました。はい、そんな感じで購入のその方法に関してとかそういうのはこれくらいにします。では早速、買ったものを見せていきたいと思います。ではまずもう最初に見せたこの Wet n Wild の、ファンデーション、これずっとね気になってまして、いろんな YouTuber さんのレビューを見ていいなと思ってて、これはなんか写真用に作ったファンデーションらしいです。フラッシュ焚いても大丈夫みたいな、そういう感じで売られているものです。はい、あとですね Wet n Wild のフェイスプライマーを買いました。Wet n Wild のプライマーは他のもあるかは分かんないですけど、私が見つけたのはこれしかなかったのでこれを買ってみましたって感じです。はい、多分クリーム系だったと思うんですけど、そうここのやつちょっともう取ったんですけど、そうですねクリーム系の下地になっていますっていう感じです。これはもう今日は今日でもう違うビデオを撮ってるんですけど、また改めてこのセットでちゃんと使いたいなと思ってまたレビューをしていきたいと思います。あとは Wet n Wild の同じフォトフォーカスの、コンパクトを買いました。でこれもまた改めてファンデーションとプライマーと一緒に、使ってみたいと思います。あとは同じシリーズのコンシーラーも買いました。これがね、なかなか手に入らなくて、それで買うのが遅れて再入荷されるのをチェックしながらちょうど入ってファンデーションもあってっていうタイミングだったので一緒に買ったものです。これがすごい今なんか人気があってなかなか手に入りにくくて、ネット上ではそうで、これが一番明るい色の、コンシーラーになります。あと昔から気になってて、以前に友達にねこの Wet n Wild のこのブロンザーだよねこれ、まあ私の色的にはブロンザーとして使えるんですけども、これをいただいていて、でこれの他の色のものがあるのを知ってたんですけど、そっちが欲しいなと思ってて、まあハイライトになるんですけど、こちらの2つを買いました。でこれずっと気になってて、この2つでちょうど自分の色に合うなと思っててずっと気になっていたので買いました。で色がねすごく可愛くて、こっちの方が、まあ、ピンクとか茶色とかいろいろ混ざってるんですけど、意外と結構ゴールドな感じの色、こんな感じゴールドな感じのハイライトになっていて、こっちの方がピンクっぽい感じ、こんな感じで、こっちがそうなんですけどちょっとピンクで、こっちがゴールドって感じです。こんな感じなんで、すごく可愛くてずっと気になってたから、どんな色かなと思って、もっとピンク、もっとなんか黄色だと思ってたので、意外とこれは多分肌に馴染む色じゃないかなと思うのでラッキーみたいな。で大きさがねすごい大きくて、すごいこういうの嬉しいんですよね、大きくてね。なんで長く使えるものだなと思うし、プチプラなんですごく嬉しいです。はい、本当はねもっとゆっくり、すごいゆっくり一個一個お話をしながらやりたいんですけど、長くなってしまうのではい、淡々といきます。で、あとはですね、まあずっとこれもニュータマチだったもの、このコンシーラーとこのハイライトですね、これ今すごい流行ってて、で、ずっと入荷されるのを待っていて、やっとゲットできたハイライトになります。それと同時に、こちらの、チークも一緒に買いました。でこっちの場合はなんかちょっとこうグラデーションかかってるチークだったので可愛いなと思って、とりあえず一つ買ってみました。他の色もあったんですけど、これが一番自分が使いそうな色だなと思って買ってみました。でこっちのハイライトも結構人気で、本当に人気でなかなかなくて、すぐ売り切れちゃって、コンシーラーと同じで、なんでやっとゲットできたので買いました。すごい可愛い、もう本当に今これ
人気で、海外でもすごい人気なんですよ。で、こんな感じ。さっきのここ。これ、これか。こんな感じです。すごいいいですね。圧縮がすごくいいなと思います。はい、で、これが、ちょっとね、ちょっと、周りにちょっとだけなんか、チークついちゃってるけど、このグラデーションにすごい惹かれました、私。かわいい。じゃあちょっと、マゼンズに、あ、なんかすごい色が優しい。すごい優しい色。あ、なんか、わかるかな、ここ。なんだろうな、すごい優しい色が。なんかハイライトなのかな。でも、コンシーラーだもん、コンシーラーじゃない。って書いてあるからチークだよね。まあ、実際だったら違うのかもしれないけど、すごいピンクで優しい色な感じがする。でもなんかテカテカしてますね。まあ照明があるからかもしれないけど、優しい色って感じですね。混ぜたらまた違うんだろうな。うん、ここをもっとピンクピンクしてる。すごい、これかわいい。今度はもうちょっと濃いやつ買ってみようかな。このピンクはこのピンクで優しくていいんですけどね。普通に、アイシャドウとしても使えそうです。で、こちらのパレットも買いました。これはビューティートリーツ?トリーツ?っていうものなんですけども、結構割と安い、メーカーなんじゃないかなと思うんですよ。私結構これ安かったので買ったんですけど、こういった感じのパレットになっています。まあ、アイシャドウ と、チークとかがついていて、ちゃんとプラスチックがこうやってついています。で、色に関しては、マットだったり、ラメ感のあるものとかいろいろあります。で、今日のメイクはこのパレットを早速使っているんですけども、発色がすごく良かったです。まあ、メイク見てもらえば分かると思うんですけど、すごい発色良くて、結構ブレンディングしやすい感じ。すごい粉々してるわけじゃないけど、まあ扱いやすい粉々感ぐらいって感じです。まあ悪くないなと思うし、発色も全然いいので、全然ありだなと思います。で、結構安かったので買ってみました。なのでまた違うパレットがあったら買ってみたいなと思います。で、そんな感じでこのパレットを買いました。はい、あとはこれも人気あって結構紹介されるやつ、 LA ガールのハイライトになります。これもね、アミちゃんとかも紹介してたし、ウェットモアルのハイライトもそうだし、他の YouTuber の人も紹介してて、これもすごい人気あるハイライトで、私は100番ワットを買いました。多分アミちゃんもそうだったかな。で、他の色もあるんだけど本当に微妙に違うんですよ。なんで1個とりあえずこれを基準に買ってみて、他のやつも買ってみようかなって今後思ってるんですけども、すごいいいんですねこれ。はぁ、やばい。これはすごい。発色がもう、こんな感じ。すごい。いいですね。素晴らしい。本当に。これね、プチプラなのにこんなに輝きがもう、すごいですよね。だからどうしても海外のものが欲しくなってしまうのはもう仕方ない。ね、まあそんな感じで、これも結構大きさがね、まあまあ大きいっちゃ大きい気がします。うん、なんで結構使えるし長く使えそうですね、これもね、っていう感じです。あとね、ちなみになんですけど、皆さんこのコスメの裏側のこのなんだろう、こういう感じのマークって見たことありますか？
その中にですね、番号が書いてありまして、例えばこれ36って書いてあるんですね。でこれっていうのは開封してからの、まあ、言ったら期限、使える期限っていうのがありまして、使用期限みたいな感じかな。でちなみにこれは 36M って書いてあるので、3年は使えるよって書いてあるので、期限が長いのはすごい嬉しいですよね。ものによっては、1年、ファンデーションとかだと大体1年じゃないかな多分っていうのが書いてあるので、ものによって書いてあって書いてなかったりするので、これ Wet n Y のは書いてないかな。なんで物によっては書いてあるので、そこもチェックするといいと思います。はい、じゃあではエルフの方からいきたいと思います。今回はエルフのものをですねちょっと買ってみたんですけど、以前私が使ってた、パウダー、これなんですけど、まだちょっと残っているんですけど、これを使ってました。真っ白なやつなんですけど、今回はちょっと色がついてるものが欲しいなと思って、買ってみたら、なんか意外とパッケージがなんかもう新しいやつになってて、こういう丸っこいやつになっていました。でこれは色のついてるものになります。ソフトイルミネーションっていう色なのかな、わかんないけど、ここに書いてあるのはそうですそうで、これを買ってみたんですけど、中を見ると、まあ、パフがついていまして、普通の、他のだともう常にここに穴が開いていて出るっていう式なんだけど、これは、こうやってシールを取るとここに穴があって、使わない時はこうやってくるってやれば、その穴からもうパウダー出ないようにちゃんとなっています。これなんかベビーパウダーとかってよくこういう仕組みがあると思うんだけど、そう、そういう仕組みになってるので中が粉だらけになるっていうのもなくて、それがなんかすごい、あ、変わったんだなと思って、変わったのか、なんか違うものなのかわかんないんですけど、私は四角いやつを頼んだつもりだったんですけど、これになってたので、まあこれはこれで便利だなと思うし、プチプラなので買ってよかったなと思います。はい、あとエルフ続きなんですけども、これも、エルフで気になっていて、ずっと、欲しいなと思ってたんですけど、届いてね、あれちっちゃと思ったの、もっと大きいものなのかなと思ってたんですけど、まあ、これパレット、ハイライトとかが入ってるパレットなんですけど、私的にはもうちょっと大きめのパレットかなと思ってたので、まあ、そこだけちょっとうーんと思ったんですけど、まあそんな感じ。でもこのパッケージ、あー、もうすごい映っちゃうけど、こんな感じで鏡になっています。で今ちょっと自分の手垢がついちゃったんですけど、鏡になっていてすごい可愛いパッケージになっています。で中を開けると、ちょっとこれ残念だけど、ここがねちょっとね、このハイライトのなんか色がちょっとついちゃってるっていうのがちょっと残念なんですけども、この色たちがすごい可愛くて、なんか優しい色って感じでなっていて、すごく使いやすそうだなと思いました。見えるかな、なんかすごいね、発色するのはなんかめちゃくちゃいい良いってわけでもないんだけど、まあ、まあまあまあ、なんか薄付きなんで、これ普段使いにいいかもしれない。ちょっと待って、これは危ない。いやね、確かになんか緩いなとは思ったんだけど、これは OK、 これでサムネイルが撮れました。これはちょっと、だってこれくっつけてんの1個でしかくっついてない、これ見えるかな、これしかつながってない。あー、もう取れちゃった、大丈夫かな。うん、これはちょっと気をつけなきゃ怖いね。うーん、残念、これはちょっと残念。まあいいや、スワッチをちょっと続けます。はい、こんな感じ。
軽くね、軽く太い腕ですいません、軽くちょっとついたぐらいで、問題のこれね、どこだ、こんな感じで、これうん、こんな感じですね。まあナチュラルな感じだから、がっつりなコントワーとかしたくない人にはちょうどいいかもしれない。うん、悪くない。一応このハイライトも結構テカってるし、日本人の人からしたら色合い的にはいいかもしれない。なんかそんなにがっつりコントワーしたくないっていう人にはちょうどいいかもしれない。あと普段とか使うようにはいいかもしれないけど、これがちょっと取れたのは残念、これはちょっと残念だね。まあでもそれ以外にね、使えるものであれば別に大丈夫そうなので、あとはまあ送ってくれる時にね、なんか取れなきゃいいんだけどね、それがあってちょっとなんか粉飛びしてたのかな多分。まあそんな感じでこのパレットですね。まあ普通に見た目は可愛いので、あとは自分で判断を、私は別にまあね、もう自分が買っちゃったからっていうのもあるんだけど、なんか人によってはあんまり評価が良くなかったからどうなんだろうって思ってたんだけど、まあ私は別にいいんじゃんって思います。普段使いにしそう、うん、いつも使ってるこれくらいのコントワーだとさすがに会社に行くとちょっとね浮くなっていう感じだったので、ちょうどね仕事場用にはいいかもしれないと思います。ちょっとさっきのショックすぎた、本当になんか危ないな、ちょっとガタガタしてんなとは思ったんですけどはい、で次エルフ、これもエルフです。これもずっと気になってたものです。なんだっけリキッドアイシャドウになります。まあ日本だとね、このキャンドゥのこれがあると思うんですけど、これに似たものになります。で今回は2色買ってみました。あ、確かもう1色あったのかな。今回はなんか1個はゴールド、オレンジゴールドな感じで、もう1個がピンクゴールドって感じです。ローズゴールドかを買ってみたんですけども、この2つになります。どこに塗ろうかな、ここに塗ってみますね。でこれね、もう私ちょっと昨日試し塗りしたんですけど、こういうので私すごい気になるのが、本当にこれ目にあった時に崩れるんじゃないって私は思っちゃうんですよ。結構まぶたでもちょっと皮脂出ちゃうので、なんかね、よれちゃうんじゃないって思ったんだけど、多少時間を置いてみたら意外とこれ乾いたんですよ。これが上のゴールド、これね、で下がこのローズゴールドです。こんな感じ、すごいかわいい、かわいいねこれね、すごい可愛い。だからこの夏とかにこういうの使えそうですよね。ツヤ感のあるメイクとか、濡れ感が、濡れ感のあるメイクとかなんで、はい、結構使えそうで、他のねリキッド系のアイシャドウだとつけてちょっと時間を置いてこうやってこすると取れちゃうんですよ、取れちゃうんです。でもこれは意外とちょっと時間を置いて乾かしてみても多少は動くけど、なんだろう、ペイントみたいに下にあるものがそのまんまっていう感じです。ちょっと置いてみますね。はい、でちょっと時間を置いたんですけども、こんな感じで指を通すとこんな感じでちょっとはつくんですけど、でもつけた形通りにはまだ残っていて、こんな感じで消えないですね。なのですごいいいなと思ってこれは持ちます。確かに映りはするけどつけた形は崩れません。はい、あと最後にまとめて紹介していきたいと思います。筆類を買ってみました。で、メーカーによって違うんですけど、これはクリアンカラーってやつと LA カラーズとウェット&ワイルドの、ブレンディングブラッシュを買ってみました。
まあこれがずっと気になってていいなと思ってたんですけど、毛質に関してはあまり分かってなくて、でこれは最近出たもので、これはだいぶ前にやったやつだったと思います。でこれはもう使ったこと、違う、 LA カラーズのは他のものを持っているので、あの好きなので、これもきっといいんだろうなと思って3つ買ってみました。